8月11日グランドソウルカフェガンズで行われるイベント、高いところに手が当たる、ボーカリスト山地ひろかでオリジナル曲つぼみ。初めて出会った君は避けるように窓の外を眺め、心の扉閉じたまま、あの日からずっと、寒がる君に差し出す腕を避け、気づかぬふりで駆け出す、背中に広がらない羽が固く張り付いてた、優しさ跳ね返す後ろ姿を、愛おしく心の中抱きしめる、あなたのためならば身を削って。この番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ、この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ということでもう七夕も過ぎまして、はい、あっという間のね、もうだって折り返しちゃったよ1年。はい、はい、はい、結構いろんなところで皆さんそういうふうにもう半分過ぎましたねって書かれてる方は大体50オーバーの方が多かったですね。私的にはどうよ。まだまだです。でもね、毎日お店にいるでしょ、うん、はい、1日すっごい早いもん経つの。ああ、もう4時もう6時みたいな。まあ純ちゃんとかね忙しいです。お料理も出し、カラオケのリクエストも入れ、片付けもし、次のお客様との話もしっていうね、そうですね、ちょっと展開が早いんじゃないですか、うん、しかも外がわからないですから。そうね。明るいか暗いかもね。ええ、だからイメージとしては暗いうちに入って暗く出ていくっていうね。そして私色白になりました。外出ない。ただね、あれなんですよ。店内やっぱりねちょっと暗くしてるじゃないですか。うん、視力が落ちるんですよ。そう、もうメガネっ子です今。ね、夜割とね夜のご商売の方、昼間サングラスかけて。うん、で旗から見ると何をちょっとこうカッコつけてるようなイメージ見えるんですか、あれね視力落ちるんですよ。落ちますね。で眩しいからどうしてもね。でね、電目がね、うん、ブルーライトなんですよ、はい、一丁前に、はい、ということは私一日中パソコンを見てるのと同じ状態なんです。それは余計ね疲れます、うん、だからこれちょっと気をつけていただいてね、まあ、七夕過ぎましたけれどもちょっとね、星空なんか見ていただいて、視力アップをしていただきたいなと、はい、ちょっと願い事もしてみようかな、ね、でもね、こんだけね気温が高いとね、うん、もう何ですか、空気がもう温まってますから、星もねもうゆらゆらしてちゃんと見えなかったけど、本当に見えません、ね、見えないんですよこれがね、うん、だからまあ皆さんたまにはですね山の上にでも出かけてですね、はい、昨日綺麗な星空をねちょっと見ていただくようなレジャーもしていただきたいなと思いつつ、この番組を聞いていただきたいと思います、ライブパーソナリティはガンさんと MC ブサイクとそしてジュンです。以上のメンバーでレディオビングスタジオよりお届けいたします。ファックスナンバーは0849208765、0849208765、ミュージックビンゴスタートです。固く閉じたつぼみ一つ拒む。純のジャズコレクションのコーナーなんですが、本日は豪華版でお届けしたいと思います。それでは自己紹介よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは、私の香川明です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。香川さん、はい、この度なんか尾道に来られるんですよね。そうですね、18日の日に新曲のキャンペーンで、はい、そちらの方に参ります。7月の18日、はい、木曜日、水
曜日、あ、水曜日やってくるっていうことですね。はい、今回キャンペーンということなんですけれども、あの新譜の発売がされてるということですね。そうですね、恋のダンスが止まらないっていうのが、まあ、昨年発売されたんですけども、はい、もう全国津々浦々僕は回ってない県はないんで、ようやく広島もちょこちょこ行くんですけども、はい、宇野道でキャンペーンするのは今回初めてなんですよね。あ、今までの ご経験の中でも宇野道は初めてなんですか。はい、広島市内とか福江とか一緒に出させてもらったんですが、光栄です。宇野道楽しみにしてるから参りますので、はい、これちょっと観光とかできたらまたいいんでしょうけどね。そうですね、いつも時間がなくてね。ですよね、終わったらまた次の別のところで飛ばしていけないんで、あまりのんびりできなくていつも寂しい思いしてるんですけど、はい、まあそんなあの香川さんなんですけれども、はい、もうデビューされて何年ぐらいになりますか。もうね、僕39年になるんですよ。あの昔金ちゃんがやってた番組でスター誕生っていう番組があってですね、はい、ありました。僕はその、はい、ただ僕もそのスター誕生としてて第25回目のグランドチャンピオンで、もうでも僕はもうかなり後輩の方なんですけど、スターさんの第1期生が森雅子さんですので、その後に桜田純子さん、山口も、はい、岩崎宏美さん、山崎美さん、ピンクレディさんとかね、うん、一応12年間の間に86組の方が出てきて、あ、そんなにですか。その中で僕がまあ最後に近い方の、まあ、合格者なんですよね。当時は本名で僕デビューしたんですけど、川崎君明というですね、はい、髪の毛を角刈りにして、昔のちょっと橋幸夫さんみたいなデビューしたんですけど、まあ、歌は2年歌うか歌わないかで、もうその後すぐに時代劇の役者の上で転向しまして、あ、そうなんですか。だから、うん、今日まで俳優として役者としてね、約16年間京都の東映の映画村がある鈴間さんってとこでテレビを中心にレギュラーでいい役でたくさんずっと使ってもらいまして、その頃は暴れん坊将軍さん、はい、親子の金さん、彼の軍団、江戸を切る、はい、長次郎天下御免、松平右近事件帳、金瀬御免、いろんなテレビをレギュラーでずっとやらせてもらったんですよね。すごいじゃないですか、ほとんど僕見てます。はい、本当にですね、あの将軍様をお守りする人間の役やったり、花屋さんの一心助けの役をやったり、手持ちの同人の役をやったりということで、今毎日逮捕者みたいのをやってまして、もう今民放さんでもね、見どころが終わってから今時代劇ゼロだからね、本もやらなくなっちゃって、あ、なるほど、ちょっと、ね、そういった意味では寂しいですね。そうですね、今すべて再放送しかやってないっていう状況なんですけれども、でもその役者をされてる間もお歌の方はずっと歌われてはいたんです。まあ、これはね、もうプライベートでギター弾くのが好きで、作曲も結構ずっと作ってたんですよ。ほとんど京都なんですけど、まあ、東京へたまに帰った時に、はい、東京の、まあ、200人前後のライブハウスに、僕の数少ないファンを集めてアコースティックライブですかね、ギターとピアノとベースだけのっていうのも、ちょっと1回か2回やってて、でまあそんなことが功を奏して、お前また歌やらないかみたいなことを言われて、再、はい、デビューみたいな形になったんですよね。またあの所属されてる事務所がアップフロントさん。そうなんですよ、有名な事務所さんで、もううちはアップフロントのね、今の会長がまた僕を見つけて、お前芝居やってるけど大人の歌が歌える年代になったんで、もう一回歌やれよみたいなで、まあ、今自分でも曲作ってやってるんですけど、まあ、今僕の作った歌はどっちかとフォークソング寄りの曲が多くて、はい、まあ、僕はあんまりブームじゃないし、歌謡曲演歌やれ演歌、で同じ事務所の先輩に堀内孝雄さんがいらっしゃったんで、はい、まあ、堀内さんもね、まあ、ニューミュージックからいろいろ演歌っぽいものたくさん歌われてますので、まあ、ベイヤンっぽい感じでちょっともう一回歌やれよみたいな感じでご縁もらって、それでも今のアップロードでも20何年経ちましたかね。あ、そうなんですか、はい、で今回のまあ新譜ということなんで、ちょっと新譜のご紹介をしていただけますか。はい、今回はですね、ちょっと大人の模様歌謡で歌ってよし踊ってよし、そんな楽曲なんですが、作詞の先生が結城ひとみ先生、作曲が加瀬純一先生ということで、結城瞳先生は毎年やってるテレビでやってる年末の日本作詞大賞で、はい、去年新人賞取られた先生なんですね。あ、ね、で作曲の佐世純一先生、この方はもう
昭和の時代から、うん、キャンディーズさんの大ヒットとか、はい、沢田研二さんとか、うん、山口百恵さんにもいい歌を提供して、うん、この先生が作った歌が日本で一番売れたレコード、まだ記録は、ね、変えられてないという、あ、そうなんですか、大役を作ってくれた先生なんですね。もういろんな楽器を作ってる先生で、うん、まあ、レコーディングの時もね、先生といろんな昔話を、とにかく香川君、この歌は歌ってよし踊ってよしだから、もう楽しみながら歌ってんだよ、うん、ということで、ああなるほどね、まあ、あの、はい、非常にあのご陽気な感じの曲でしたね。僕もプロモーションビデオをちょっと拝見させていただいたんですけれども、非常に楽しい雰囲気で、そしてまたカップリングがいいんです。うん、カップリングはね、毎回自分で作らせていただいて、今回も自分で作っていいよということで、あ、そうなんですか、ちょっとラブバラードにしてあげました。あの、まあ、ディレクターの方がね、声のダンスがアップテンポなムード歌謡なんで、はい、ちょっとしっとりした歌作ったらということで、まあ、東京に出てきた彼女が、まあ、彼と恋をして、まあ、ちょっとうまくいかなくて、最後は映画のワンシーンのようにかっこよく分かったらよかったけど、それもできなかったなっていう、まあ、この彼女はそして夢破れてまた自分の田舎国へ帰るという、なるほどね、センチメンタルな女心の曲を作らせていただきました。私大好きです。あ、ジュンちゃん、はい、これちょっと楽しみですね。本当なんかね、女性の横顔がこう映り出てくるような、そんな素敵な楽曲なんです、ね、はい、今回ちょっとカップリングはね、演歌とは違いますけど、ね、ちょっとなんかそういうラブバラードになっちゃいましたけども、なるほど、まじの恋曲もいいかなと、はい、それではそろそろ皆さん聞いてみたいんじゃないかと思いますけどね、7月18日純ちゃんところで、キャンペーンでお越しになる香川亮さん、香川明さんですね、はい、それではあの、はい、曲紹介の方をお願いいたします。はい、それでは皆さんお聴きください。香川明の新曲で恋のダンスが止まらない。グラスを重ねたら、それから二人どうなるの、酔ったふりして甘えてみたくなるの、こんな熱い気持ち初めてなのよ。あなたのことが好きだから、朝まで一緒にずっと踊りたい。男と女揺れて揺られてワンツースリー、ときめく恋のダンスが長いわ、飲むだけじゃ、それなら二人どうするの、きっと出会いは運命だったのか。 Music Bingo、ケイズスタイル。このコーナーは瀬戸内ソウル許可局公認バンドザ・キング・オブ・プラネッツのボーカリスト、私 MC ブサイクが注目のアーティストやライブイベントを肩の力を抜いてご紹介するコーナーでございます。このコーナーをお聞きいただければ、一を知って十知ったかぶれるというビンゴエリアのミュージックシーンにおいて人気大沸騰のお時間になっております。それでは早速参りましょう。今週の特集はこちら、とろーりマンゴークラブ特集。はい、
7月の大プッシュ、先週ビンゴエリアで初オンエアさせていただきました。ソウルでポップで熟熟に熟したバンド、その名もトローリマンゴークラブ。今週はカバー曲をご紹介。日本を代表する女性ボーカルユニットの超有名な曲でございます。スピッツの草野正宗作詞作曲。さあ、もうお分かりの方もいらっしゃるかもしれません。パフィーの愛の印でございます。愛の印はパフィーにとって6枚目のシングル。調べましたら1998年の作品だと言いますので、時間が経過するのは本当に早いんだなと感じますね。あとこのカバー曲、これ一度聴いていただくとすぐ分かるのですが、トローリマンゴークラブイコールカバー上手クラブとでも申しましょうか。耳に馴染んだパフィーの曲がすっかり自分たちの味付けになっています。このあたりまさしくトローリマンゴークラブの持ち味ということなのでございましょう。パフィーバージョンと比較して楽しむのが一番わかりやすいかと思います。それでは聞いていただきましょう。トローリマンゴークラブで愛の印。できることでしたら音量大にしてお楽しみください。それではまた、 MC ブサイクでございました。清兵衛の鎮守の森のお祭り林のミニミニコーナーやってまいりました。この森では毎週毎週神主である私がでございますな、もう好き勝手なお祭りを繰り広げておりますけども、4ヶ月ぶりの清兵衛のライブが7月28日にございます。そして前編ビートズナンバーという無謀な企画でございますので、まあそこでということで、なんてったってビートルズ祭りを繰り広げられております。本日はパート3。ビートルズ祭りなんでありますけども、ちょっとお知らせというかね、耳寄りなニュースをガンちゃん聞きましてね、はい、6月30日にね、うん、東京都東久留米市っていうのがあんねんて、はい、そこでコミュニティ FM、うん、誕生してんて、おー、ちょっと私の知り合いが手伝ってて、はい、うん、
で、よく聞くと全国で315あってんな。我々のレディオビングも含めて、はい、316番目やねん。もう、うん、FM 東久留米、うん、で我々の、FM 福山はニックネームがレディオビンゴじゃん。はい、そうです。で、FM 東久留米さんはね、久留米ラかわいい、久留米ラですか、久留米ラジオかな。あ、久留米ラ、ね、キャッチフレーズがね、なんか元気がいいんですよ、うん、街を元気にハッピーに。でね、プログラム、まあ、今からやから、はい、まあ、ホームページもまだ、うん、あの完備されてないんだけども、はい、音楽番組多い。おお、うん、いいですね。なんかそういう曲が誕生するの嬉しいよね。ねえ、頑張っていただきたいと思います。FM 東久留米の皆さん、頑張ってくださいね。というわけでございまして、本来の話題でございますね。7月28日土曜日19時からグランドソウルカフェガンズで、鎮守の森のお祭り林オンライブということで、私佐藤清兵衛と加藤健一こと加藤健がですね、ライブを行うんですが、全編無謀にもビートルズのアレンジになったということで、実は今アレンジ真っ最中です。はい、で、間違いなくビートルズファンを怒らせてしまいそうですまあ、あのアレンジャーですから加藤健さんはね、はい、まあ、アレンジはしてくるだろうなと思ったんですが、今次々に上がってるんですが、奇想天外。おお、いいじゃないですか。いや、ガンちゃん怒るかもしれない。いえ、そんなことです。いや、もうもしあの僕も過本で参加できれば。あ、本当、ええ、ちょっとさ、参加して、参加して。全曲はそのアレンジについていけないかもしれませんけど、何か、あ、これここはリズムがあった方がいいよっていうようなのがあれば、あればお手伝いできれば。オッケーオッケー、はい、はっきり言ってね、宣言しておきます、佐藤ついていっていませんコードがまた違うね。まず加藤健さんは割と今のコード進行というかアレンジをしますから。何ですかそれ、今のコード進行ってあるんですか。やっぱりあのテンションのかけ方がわからん、もうめっちゃむずい、はい。あ、じゃあ、まあ、ガンちゃんもどっかの曲でね、はい、一緒にやってみたいと思うんですが、うん、変態でございますよ加藤健は。はいですね7月28日夜7時半からでございますね。グランドソウルカフェガンズビートルズファン集まってください。前売り2000円、当日2500円でございますけども、佐藤清兵衛のフェイスブックのメッセンジャーに、うん、わしは前売り宣言じゃって言ってメッセージ送ってもらえればもう自動的に前売りになりますのでよろしくお願いします。今日はビートルズナンバー聞いてもらいましょうか。オアシスのカバーナンバーです。ヘルタースケルター、こんなです。When I get to the bottom I go back to the top of the slide where we stop and attack。
というわけでございまして、佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り囃子、なてたてビートルズ祭りパート3をお送りしましたが、7月28日がだんだん近づいてまいりました。来週もぜひお楽しみに。ミュージックビンゴ、今夜もまだまだ続いておりますよ。聞いてね。ライブハウスにするスタジオ生ライブのコーナーです。本日は6月の30日行われましグランドソウルカフェガンズで行われました中村義人アコースティックソロライブ、こちらの方からご紹介したいと思います。まずはですね、オープニングアクトで演奏していただきました2バット、まあ、結成もう2年ぐらいになる2バットなんですけれども、女性ボーカル、そして男性ギター、女性はアッコちゃん、そしてですねギターは、ランブさん、まあ、あのボルテージというバンドでねギターボーカルも務めておりますけれども、ボーカルアッコちゃんでお届けいたしましょう。2バット Tears in Heaven、 そして2曲目 Moving On、 そして3曲目 Desperado、 3曲続けてどうぞ。
Oh, you had one.
そしてここからはですね、王道坊主ボーカルギターの中村義人さんなんですけれども、まあ、今年で王道坊主結成34周年、長崎で結成されたバンドが東京出て、メジャーを経て34年という、来年は35年という大きな節目を迎える中村義人さんなんですけれども、まあ、個人でもですね、年間 4,50本ぐらいはソロライブでいろいろなところを回られているそうです。それでは王道坊主の曲、そしてカバーの曲3曲続けてまいりたいと思います。王道坊主ボーカルギター中村義人で春夏秋冬、そして松田聖子のナンバーよりスイートメモリー、そして王道坊主代表的な曲です I want、 3曲続けてどうぞ。桜吹雪の下を降り果てしに雨にさらされる、焼けつく心を焼かれ、ひらひらの街を照れる、俺の部屋の小さな窓にそっと張り付いた秋の風、足跡のない雪の小道、そしてまた春の音を聞く、繰り返す季節の中に歌わなせいが転がして、それでも俺のしぶとさにそっとこの胸を張りました。だけど心を伝えきれず、必死で言葉探しました。見つからないまま時は過ぎ、虚しさが胸を押し潰す。痛いくらいに染みついて、ちょっとやそっとじゃ変われない、弱い心に変わり果てた。本当の優しさがなくて弱さだったと気づきました。どんな俺でも誰かのことを守りたいと思っていない。繰り返す季節の中に無駄話な生活を壊して、それでも俺のしぶとさにそっとこの胸を張りました。瞬間瞬間それぞれに浮いたり沈んだりの情緒、喜怒哀楽などあってこそ人生目に張り付くのだろう。
忘れていた。でもあなたを見た時
以上スタジオ生ライブのコーナーでした。バラの町福山にライブミュージックスポットオープン。グランドソウルカフェ、ガンズ、バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか。あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ、電話 084-927-0071。 ライブインフォメーション and ファックス、読む読むレッツイエッ。8月18日グランドソウルカフェガンズで行われる笠岡先輩後輩物語、金太郎一座で S の誘惑。ライブインフォメーションのコーナーやってまいりました。それではまずじゅんちゃんいきましょう。はい、7月18日水曜日、うん、本日出演していただきました香川明さんのキャンペーンでいらしていただきます、はい、うん、今回はですね CD がつかないバージョンなので、うん、2000円から CD 代を引いた料金で、うん、皆様パンがついてコーヒーがついてにさせていただきました。というのも7月ちょっとうちのお店イベントが多かったので、うん、はい、花崎幸美さん来ていただきましたし、うんうん、あとは29日には4、5、6月の誕生日会もありますので、うん、ちょっと低料金にさせていただいて、はい、お客様のご負担のないようにさせていただきました。それでもパンはついて、パンはつけます、意地でもつけますということで7月29日のお誕生日会は2100円で、こちらフリーフード、フリードリンクの、あとは歌がつきます。お誕生日の方にはプレゼントがあります、はい、うん、あとは、7月の23、24、25広島国際ホテルに行かせていただきます、はい、きますね、毎年ね、ありがたいことに、うん、スタッフの方から、うん、ご指名なんですよ。あ、いいじゃないですかありがたいですよね。まあ歌もさることながら客維持では抜群ですからね、はい、もう多分広島に、ね、いないタイプ、広島市内に、ね、いないタイプの、ね、方ですから、これぜひともですね、あの地域のお祭りなんか呼んでいただいてもですね、も盛り上がること受け合いです、はい、ガンズミュージックエンターテインメントまでよろしくお願いいたします。 ありがとうございます、はい、こちら広島国際ホテル、うん、私が歌うのはだいたい7時20分ぐらいから40分ぐらいで、はい、3500円で楽しんでいただけるという形になっておりますので、うん、どうぞよろしくお願い申し上げます。そして8月に入って8月の19日はい、お世話になります、はい、グランドソウルカフェガンズで、まあ、毎年ですね、じゅんちゃんとこの夏祭りを行っていただいてるんですけども、はい、まあ、ここでもね、8月19日日曜日朝からお弁当付きでワンドリンクついて1曲歌います、はい、山ちゃんが先日、もうこれラジオをお聞きの方全く山ちゃん知らないと思うんですけど、どういう方かというと、大体オープンマイクの時っていうのはギターか、はい、なんか楽器とともに歌を歌われる方が多いんですけど、はい、先日はですね、はい、来られまして、川の流れのようにをですね、はい、アカペラで朗々と歌ってお帰りになりました。
非常にがすごくいい方ですハートの強い。そしてまた歌がちょっと良くなってるんですよねこれね、はい、もう でも3杯飲んできてたそうですけど、まあ、そんなあの山ちゃんも、はい、あの予告先発で純ちゃんとこのイベント行きたいからちょっと予約できるかなとおっしゃられて、ぜひよろしくお願いします、はい、尾道からはバスも出ますので、ね、はい、2便ぐらい出ます、午前中午後便、大変ですので、ね、はい、はい、皆さんお越しになっていただきたいと思います、よろしくお願いします。そして MC ブサイクさんは、はい、純ちゃんの広島と私も、ほんのちょっぴり被るんですが、なんと7月15日にですね、広島のこれは何区安佐南区八木にあります、カフェアビエルトというところですね、あるイベント、収穫祭ロックンロールハーベストボリューム3というのがですね、ちょっと前座前説でですね、呼ばれまして、そこでちょっとちょこちょこっと、お客さんを沸かしてリラックスさせる役目を仰せつかりまして、もちろんアコーギを持ってですね、和訳ソウルをちょこちょこっと歌わせてもらって、うん、お客さんを温めようということでございますんで、こちらあの収穫祭という名前がつくだけあって面白いんですよ、まあ、パンには負けますけどね、入場料フード付き1000円でジャガイモほか野菜の詰め放題1袋100円というイベントになっておりますので、うん、オープン13時スタート16時投げよって感じなんですけど、始まるまで、まあ、その間野菜を詰めてくださいということなんだと思います。そのイベントで私行ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、詰め放題ですけど袋のサイズが非常に小さかったらねあれね、主婦のトムはね、入れる前に一回伸ばす、なるほど、袋それはありでしょう、伸ばします、うんうんうん、そうですよね、袋に入ればいいんですからね、でも剣山のように立ってますからね、うん、あ、そうです、上どん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 人参が、はい、まあ、そんな感じ です、ね、はい、グランドソルカフェガンズにおきましてはですね、7月の14日ブルースセッション、そして7月の15日アコギマラソンライブ第28走、そして今ご予約がたくさん集中しておりますけれども、7月の18日エンカウンターライブ、もうちょっと男性の方は人気ありますね、あの軒並み電話かかってきております、うん、そして7月の20日金曜日はですね IBJ イクエ&ベッチ、スタンダードジャズを歌うという形になっております。7月の21日はジャズセッション、そして7月の22日はですね夕方の、4時から鼓草、そしてタニーズスペシャルバンド村上ファミリー、3組によりますライブ、これはあの夕方6時ぐらいには終わりますので、日曜日でもね、あのお父さんお母さんに非常に優しいイベント、はい、二次会が早く行けるという方ですね、あ、行きたい方々ですね、はい、はい、おっしゃる通りです、はい、そしてこの番組でもおなじみの、鎮守の森のお祭り囃子の佐藤清兵衛さん、うん、7月の28日、鎮守の森のお祭り、ライブという形で、ビートルズトリビュート特集でオンパレードで、うん、ライブが行われますので、皆様ぜひともお越しになっていただきたいと思います、よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後皆さんご一緒に、せーの、バイバイ。ありがとう。